ブリーフ。ブリーフ,リーフとは、男性用の下半身の下着の一種である。股、ま、下を省略した下着であることから、衣服が短いという意味のブリーフと呼ばれる。多くの場合は意地型をしており、トランクスとは異なって、体に密着する下着であり、伸縮性がある綿などの素材が使用される。スポーツ用に特に機能性を重視して作られたものを、サポーター、ジョックストラップ、 あるいは、スポーツブリーフと呼ぶ。なお、欧米では、女性用の深履き及び朝履きのパンティーも、ブリーフと呼ぶ場合がある。1935年1月19日に、シカゴの下着メーカーのクーパーズ社が、同地ので売り出したのが最初である。販売初日の正午までには600着、翌週には1200着以上、さらに3ヶ月で3万着を売り上げる、大ヒット商品となった。 クーパーズ社の被服デザイナー、アーサーナイブラー、アーサーナブラーが、前年の1934年にデザインしたもので、それまでの運動用の下着、サポーターやジョックストラップから派生させ、その機能を訴求するために乗馬用の下着から名を取り、ジョッキー、ジョッキーという名で販売した。なお、ジョッキーの名前は120カ国以上の国で、登録商標として登録されている。 当時の大不況の影響で倒産寸前だったクーパーズ社はこの売れ行きで経営を立て直した。米国ではジョッキーの名前はブリーフの代名詞となるほどになり、後にこの商品にあやかりジョッキー社に社名を変更した。第二次世界大戦後、同社はヘインズ社と並ぶ全米を追って男性下着メーカーとなり、1982年には女性下着の製造販売を始めた。 1936年にはマンシングウェア社がカンガルーのポケットに似せた水平状の前開きのあるブリーフを発表した。1938年にイギリスでもブリーフ型の下着が売り出された。間もなく3000着が毎週売れるほどまで市場は成長し、1948年のロンドンオリンピックではイギリス代表チームが 支給品の一つとして、男性選手にブリーフが一着ずつ配られるほどだった。イギリスでは、ジョッキーという名前ではなく、ワイフロンとワイフランツとして知られている。一方、ドイツ語圏、フランス語圏やスペイン語圏などの欧州大陸では、これにあたるものをスリップと呼ぶ。こちらでは、男性用も女性用も、スリップということから、女性のショーツ、パンティーから、 紐パンと呼ばれるものまですべてスリップになるので、ブリーフは男性用スリップと呼ばなければならない。ナイロンやレイヨンなどの合成繊維の開発や立体裁断などの縫製技術も進歩したことから、下着に防縮加工が行われたり、1960年頃には伸縮性を持つスパンデックスの生地がブリーフにも導入さるようになり、その後のビキニブリーフの登場につながった。 Y 字型でないブリーフとしては、トランクスに似た形状のボクサーブリーフ、三角形で女性のビキニショーツに似たビキニブリーフがある。日本国内においては、1950年代中頃、昭和30年代より登場し、流行に敏感な青年層を中心に爆発的に浸透した。その体に沿った斬新なデザインと、これまでの下着にはなかった履き心地や機能から、 若年層を中心に、それまでの既存の男性下着、トランクス、サルマタ、ふんどしを駆逐した。その後、カラーブリーフ、ビキニブリーフ等の派生商品も登場し、1970年代には全盛期を迎えた。ちなみに、軍勢の YG ブランドは、同社のプレスリリースによると1967年に誕生している。1980年代中頃から、 青年層を中心にトランクス着用者が増加し始めた。これはメーカーがトランクスの普及に力を入れたこと、ブリーフのデザインがより過激化して、前開きもない窮屈感を覚えるようなスーパービキにまで行き着いてしまい、逆によりリラックスした下着が求められるような環境になったこと、スポーツの普及により人前で着替える機会が増加して下着姿を 他人の目にさらす機会が増えて他者との差別化が求められたこと、ブリーフの着用が幼年層から老年層までまんべんなく普及して、下着を自分で選ぶ、購買力を持った流行に敏感な青年層が他の世代との差別化を求め始めたこと、ズボンを履いた時に下着の線が露出しないこと、女性の発言力が増して女性からの視点で下着選びの選択肢が増えたこと、 トランクスがブリーフと違い、下着前と見えにくく部屋着として使用できることなどから、これまでの男性下着として確立化したブリーフとの差別化を進める上で、トランクスが普及し始めた環境となっていた。他に、1981年6月17日に起こった深川通り摩擦人事件で、猿ツはをされ、白いブリーフにハイソックス姿で後ろでに手錠を、 はわされて連行される犯人の異様な様子がテレビ中継や新聞の一面で写真入りで報道され世間の字幕を集めたことでこれまでの日本でのブリーフ人気に終止符を打つことになった。犯人が着用していた BVD 社の白ブリーフは特徴のあるデザインで当時の若い男性の人気ブランドとなっていたが事件後男性誌の記事や投稿欄ではこの事件について溢れ 犯人がブリーフ姿で連行される姿がように見えて、自分のブリーフ姿をオーバーラップさせて、その嫌悪感からカラーブリーフやビキニブリーフ、またはトランクスに変える若い男性が急増したとの報道も流れた。b v d 社の白ブリーフを犯人の名前パンツと代用しても当時の世間、通用するようになったほどの社会的な影響を与えた大事件であった。 かつては、コンビニエンスストアなどでも販売されていたが、近年ではほとんど見かけなくなり、医療量販店などからは、売り場面積が減少する傾向がある。現在では、カルバンクラインのボクサーブリーフなどの男性用、高級下着が認知され、ブリーフも、海外のデザイン性、ファッション性の高いものがネットを中心に、販売されており、軍勢、BVD、富士宝石といった、日本の大手企業も、 相次いで若者向けの商品を販売している。現在はクラシックな形状からローライズブリーフ、セミビキニブリーフなどが主力になりつつある。また子供用でもかつての白ブリーフではなくカラーブリーフやプリントカラモノなどが多く流通するようになった。名前の通り生地が白いことから名付けられた。正式な商品名として使用されることはほとんどない。 米国ではブリーフを俗語でタイティワイテスとも呼び、白色がブリーフの標準色だった。もともと、ブリーフといえば白ブリーフを指すことが多くメーカーの生産も白色が主力商品としていた。これは清潔感を求められる下着は汚れがすぐわかるよう白色とする社会的暗黙地が存在していたらである。時代が下着にもファッション性を求めるようになったことから、 画一化された白ブリーフからの帰りが始まるようになった。大手男性下着メーカーの軍勢が1985年より男児用トランクスの出荷始め、下着の種類が多様化したことで YG ブランドを開始した時のようなブリーフの積極的な反則活動は行わなくなった。カラーブリーフやトランクス等のカラフルな下着が普及するようになる日本の多くの若い女性の間では、 白ブリーフは母親が息子に買い与える下着として白ブリーフを着用する男性は性的に未熟な男性であるとの偏見が広まるようになった。このため白ブリーフは自らの下着を自分で選択できない性的に成熟しない男性であり童貞のステレオタイプなイメージを与えることやファッション感性のない実用一点張りの中高男性の象徴のような存在として 不別の意味を持つように思われるようになったことで、異性の目を気にする若い男性の間では、白ブリーフ離れが著しくなり、現在では小学校低学年以下の小児の下着としての利用が主であることから、子供っぽいイメージが定着して、売り上げが激減した。白ブリーフは、お笑い芸人がパンツ一丁になった時に、笑いが取れるアイテムとして使われたり、AV で、 M 役の AV 男優が履くなど、地熟の対象として扱われることが多いが、一方では、ペニスを上向きに維持しやすいこと、履き心地がいい、清潔感があるなどごく一部の成人男性には、根強い人気があり、フィット感、安定性を求め、中には、KG 肌着のような子供用の白ブリーフを愛用しているものもいる。例えば白ブリーフハンジで有名な、 東京高等裁判所の岡口喜一裁判官であり、白ブリーフは裁判官の独立のシンボルとなっている。白ブリーフには、肘や尿などで、ブリーフの前後に染みや黄ばみの汚れが目立つなどの欠点があるため、汚れが目立たないカラーブリーフも開発されている。一部メーカーで柄物タイプも存在する。股間の部分にワンポイント柄がプリントされたタイプ。 もしくはお尻の部分に大きく柄がプリントされたり、トランクスと同様に全体に柄がプリントされ総柄タイプなどが市販されている。また、子供用の白ブリーフは蒸気の原因や子供の新陳代謝により汚れやすいという点から、白物専用の塩素系漂白剤、ハイターやブライトや洗濯用洗剤、アリエールなどのテレビコマーシャで漂白や 選択の対象として登場している。第二次世界大戦中、前線に送られた兵士用の下着として、洗濯物を干す際に、敵からのカモフラージュでオリーブ色のブリーフが製造されたが、一般に商用化されたのは1950年に、ジョッキー社がマーケティング手法として、それまで白色のみのブリーフのカラー化戦略を打ち出し、下着のファッション化の反則キャンペーンを行ったことから、 始まった。従来のブリーフとは、スタイルなどが大きく異なることはなく、生地が青や灰色や緑などのカラーであることと、そのため汚れていても汚れが目立たないことが特徴であり、日本ではブリーフが登場した頃より存在していた。当時の社会では、まだ下着は白色との意識が強く、広く普及するまでには至らなかった。1970年代末頃より、 ビキニブリーフなどが登場し、下着にも実用性からファッション性が加味されるにつれて、赤やピンクなどの大胆な色彩を用いたブリーフなども登場するようになり、カラーブリーフも市場で容認されるように至った。子供用では幼児用を除いてごく少数であるが、成人用では多く販売されている。白ブリーフと同様に多くの場合 Y 字型をしているが、 ボクサーブリーフやビキニブリーフにはカラーブリーフが多い。白ブリーフの名称と異なり商品名に含まれていることがある。選択時に色落ちする難点がある。パンチラの俗語と同様ブリチラなる俗語が誕生している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。